割といつの頃か,らかなえっ、ー、と90年代にはすでにあったのかもしれないけれどもある時、あのー、予備校で働いていた時に、まああのまあ、あの前職前の職場ね前職が予備校だって話をしましたけどある,ある時予備校の,その教え子の皆さんが卒業していく時にまあなんかお礼みたいな感じでプレゼントくれたことがあって で、それが、ペンギンの抱き枕だったんですよ。で、こう、ペンギンの、なんていうのかな、この、体が、こう、タオル生地みたいなのができていて、こう、絶妙な、あの、肌触りというか、割と僕、その、タオル生地の肌触り嫌いじゃなくて、むしろ好きなんですけれども、なんか、ちょうどええ、こう、大きさだったりして、結構、こう、にギュウギュウしてたことがあるんですけれども、なんかこう、抱き枕って、 何て言うの医学的に見て効果があるのかっていうね話があってでこれあのー、幸せホルモンとか呼ばれたりするらしいんですけどオキシトシンっていうこうホルモンが出るらしいんですよでこれはあのー、例えば まあ自分がなんか好きな人とハグをすることによって、まあ、ある種のこう幸せを感じたりとか、まあ、不安みたいな気持ちが和らいだりすることがあるらしくて、でまあ、それだからってわけでもないかもしれないし、まあ、もしかしたらそれだからかもしれないけど、我が家は結構そのハグをするっていう文化があって、 まあそれによってお互いのこの何て言うのかな絆というか人間関係みたいなものをまあ維持したり確認したりしてる部分もあるかなって気がするんですがこのコロナ禍、コロナになってそれがやっぱりしばらくできなかったわけですよねでそれでどうするかって言われた時にはそのなんかなんか抱き枕的なものをハグす,することによってこう疑似的に家族とこうハグするみたいな感じの 体感を得たっていうのかながあるかな。だからこう誰かと住んでる方であれば、まあ、その人とあのー、まあ、あの機会を機会を見てこう。何ていうのかな？まあ、その一緒にいる相手にもよりますよね。 誰とでもハグをするっていうのはちょっと変な話だと思うんでそれはちょっと違うと思いますけれども、まあ、家族であるとかねそういう大切な人とハグをするとかあるいは、まああのー、今そういう誰かと一緒に住んでないという場合であれば なんかそれに近いもの、それこそ,、まそのだ、いわゆる抱き枕ですよね。みたいなものであっても、それを、まあ、あのな7秒かなんか忘れたけど、なんかそのぐらいの時間こうギューってすることによって、あのー、そういう特別なホルモンが出るらしいので、それは一つこう知っといてもいいというか、覚えておい,い,いてもいいかなっていうふうに思いますね。なかかだから、あのー… 中央と1階のクレアスに、あの、ハシビロコウのぬいぐるみが2体いますけれども、あれを、あの、ギューってやってる人がいるんですけれど、しかもそれが結構、その、男子学生であったりしても、やってる人がいるんですけれども、それは、本人がどう思ってやってるかわからないけれど、 もしかしたら、本能的な部分かもしれないな。それによって少しこう、不安であったりとか、ストレスであったりとか、なんか辛い気持ちみたいなものが和らいでいるのかもしれないですね。だからそういう、なんて言うんだろな。そういう学生の精神的な支えじゃないですけれど、みたいなものに、あそこにいる橋シビロコくんたちがなってくれているんだったら、それはそれでこう、 クレアスの父として、父っていうのかな、クレアスの父としては嬉しい限りですよね。なんかちょっと、あの、この1週間8日、9日ぐらい、家の中で自己隔離っていうのかな、していてふと思ったことですね。ほんじゃまた。